モンテビデオシティトルケ救命クルブアトレティコトルケは、ウルグアイのモンテビデオを本拠地とするサッカークラブ。CA トルケは2007年12月26日に、カンクンで事業をしている、ウルグアイ人ビジネスマンのラウール・アキーの例の祖によって、設立された。彼は、スポーツベンチャーのコンセプトをブログに綴っていた、電気メーカーキングのマルセロ・ヤウレッチェに連絡を取った。 チームの名前はその彼の使っている原理であるトルクから取られた。クラブの初シーズンは地元のリーガーデプンタカレッタス所属であった。2008から09シーズンから3部のセグンダリビシオン、アマテウルに参入。クラウス裏では11戦負けなしの快進撃を見せていたが、プレーオフではクルブオリエンタルでフットボールに敗北した。しかし、オリエンタルは 西軍ダディビジオンプロフェッショナルへの昇格を拒否したため、昇格する権利を得た者の,の審査を知したために昇格はできなかった。翌シーズンも上位を保ち、アペルトゥーラ、クラウスーラともに5位以内につけた。2011年5月には、フラカン FC と合併し、新たにフラカントルケとなったが、同年8月に合併は解消され、フラカントルケとしての試合は行われることすらなかった。 合併解消後もトルケは、セグンダデリビジオンアマテウルに在籍していたが、2011から12シーズンを1位で終えたため、2012から13シーズンより昇格が決まった。プロとしての初シーズンは5位で終え、昇格プレイオフでは、タクアレンボ FC を倒したもののプレイオフ決勝で、PK 戦にも連れ込んだ後に敗北し、昇格はならなかった。翌シーズンは、 三端たる成績で再開、加えて一つ上の順位のチームと勝ち点差8を、離される結果であった。しかし、同リーグの15クラブへの拡大によって、降格は免れた。14から15シーズンは10位と中位につけた。2017年3月20日、ウルグアイのオンラインスポーツニュースサイトであるオバシオンは、シティフットボールグループが、南米の選手との契約を目的として、 トルケの買収に乗り出したことが報じられた。また、CFG は買収の他に、エスタディオ・フアン・アントニオ・ラバレアを一新し移設する計画があることも報じられた。買収交渉についてはその後も様々報じられたが、2017年4月5日に、ウルグアイサッカー協会から公式に買収がなされたと発表された。2020年1月23日、 CA トルケからモンテビデオ式トルケへの解明とロゴの刷新が発表された。ありがとうございます。